竹野内について。僕はあの人やばいってずっと最初から言ってましたよみたいな。あの人カツラなの？いや、カツラはカツラらしいですよ。僕も知らんすけど。僕、俺もなんか一回うちのお店にで、なんか俺とマロっていうね、はいはい、あの飲食店経営者で500店舗ぐらいやってたんだけど、はい、コロナで上場してなかったから、はい、もう派手に個人保証を外すために、はい、もうただみたいな値段でファンドに株売って、まあ一応売り抜けたんだけど、うん、もうブータローみたいになってるやつがいて、うん、お前また屋台から始めようみたいなイベントをうちの店でやったのよ、うん、そしたらその時に大西純っていうね、はい、バカがいるわけ、はい、焼肉屋やってる、うん、でそいつがさ空気を読まず、はい、竹野内くん連れてきたそういう人ってたまにいますよね。おお、シャンパン開けますとかっつって開けるから、まあ、うん、無下にもできず、はいはいはい、店のあそこら辺はじゃあちょっと売り上げ貢献しますみたいな、変にこう、うん、なんか写真を撮っちゃったんだけど、うん、ねえ竹野内くん、いや彼もでも典型的にお金はあるけど有名になりたい、まあ、今はなんかよくもあるかも有名にはなったと思うんですけど、うん、名声を欲しいみたいなコンプレックスをすごい感じますよね、うん、確かに。でも僕やっぱりインフルエンサー3年寿命説っていうのがあって、3年ぐらいまでで大体爆発するべきやつは爆発する、うん、で5年持ってたら本物で、10年持ってたら大体もう叩いて出る埃は全部出てると思うんですよ。あ、じゃあ池田隼人は、池田隼人とか別にもう今更良くも悪くももう底根安定みたいな感じで、底根安定で1年ぐらいが一番やばいんですよ、うん、1年から1年目ぐらいってむしろそこに乗っかろうとする人がわーって増えてくる時期なので。いいね星さんの承認欲求について養老さんはどういうふうにお考えになりますか？あんまり年寄りですから健康だとは思わないんだけど、あーなるね、なんかそういうものじゃないものを目的にしてほしいな、うん、モチベーションにしてほしい、うん、人がどう思うかは全く無関係でしょ、うん、なんかしようと思った時に、逆に言うと面白いなと思ったのは、いいねぐらいで人動くんだなっていうのが逆になんかすごいなんか面白いなと思ったんですよね。いいねでよかったんだみたいな日本一いいねもらったりダメでもらってますからね。